この訓練は大雨による大規模な土砂災害が発生したと想定して行われ、犬山市のクリス地区の住民およそ50人が参加しました。参加した住民は簡易トイレの使い方について市の担当者から説明を受けたり、ハザードマップを見ながら被害の状況に応じてどこに避難をすればよいのか確認していました。今回訓練が実施された犬山市クリス地区はおよそ120世帯400人が住んでいる木曽川と山あいに囲まれた地域です。今日は朝から雨が降り続いていることから、住民は真剣な表情で訓練に参加していました。リモコン仕様のトイレがすごいと思いました。すごく勉強になりました。川はやっぱり氾濫がやっぱりちょっと怖いと思うんですけど、カバーできるようなものが日々備蓄できたらなと。